マニュエル・デル・カーメンは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン出身の、元プロ野球選手、ウトウ・ミギウチ。2000年の MLB ドラフト2巡目で、ボストン・レッドソックスから指名を受け、8月22日に、プロ入り。2005年7月26日に、タンパベイ・デビル・レイズ戦で、メジャーデビューを果たし、1回1奪三振という結果を残した。 シーズンではすべてリリーフで10試合に投げて防御率3.00。2006年の4月と5月は合わせて6試合にしか登板できなかったが6月11日のテキサスレンジャーズ戦でプロ入り初勝利をマークするとその後は防御率こそそれほど低くないもののリリーフ投手として登板する機会が一気に増えた。終わってみれば五十試合登板。これはチーム内では マイク・ティム・リン、ジョナサン・パペル・ボン、フリアン・タバレスに次ぐ4位の数字だった。2007年は44試合にリリーフ登板し、7月23日のクリーブランド・インディアンス戦では初セーブを挙げた。2008年はチーム最多の73試合に登板。特に8月19日以降は1失点と好投を続け、 ニューヨークヤンキース相手には2年連続で無失点を記録した。2009年は開幕から11試合連続無失点と序盤は高騰を続け、5月にはワシントン・ラショナルズからニック・ジョンソンとのトレードを打診されたが、6月以降に調子を崩し、9月には7イニングで12失点とゼフ不調に陥り、ポストシーズンのロースターからも外れた。 2010年は8月まで48試合に登板し3勝2敗、防御率4.70、ホイップ1.39の投球を続けていた。2010年8月31日にクリス・ベルコム・ミラーとのトレードでコロラド・ロッキーズに移籍。ロッキーズでは0勝2敗、防御率6.48、ホイップ1.92に終わった。12月2日にフリーエージェントとなった。 2011年2月10日にシアトルマリナーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加したが、防御率 4.05, ホイップ1.50と結果を残せず、AAA 級タコマレーニアーズで開幕を迎える。しかしタコマでも18試合の登板で2勝2敗、防御率5.12、ホイップ1.54と結果を残せず、6月1日に、 自由契約をなった。翌日にテキサス・レンジャーズとマイナー契約を結んだが、7月13日に自由契約となった。2012年1月30日にニューヨーク・ヤンキースとマイナー契約を結んだ。オフの11月3日に FA となった。2013年1月30日にボルチモア・オリオールズとマイナー契約を結んだ。11月5日に FA となった。 12月2日にワシントン・ナショナルズとマイナー契約を結んだ。2014年11月10日にナショナルズとマイナー契約で再契約した。2015年6月7日に自由契約となる。2015年7月2日にメキシカンリーグのメキシコ・シティレット・デビルズと契約。2016年2月2日に自由契約となり、サルティオ・サラペ・メーカーズと契約したが、2試合の 当番で再び自由契約となる。ありがとうございます。